それでは第2部3番目の発表は KBC ビジネスレバレッジ 2.0 で選抜されましたチームクインテット、プラン名はププララです。で、発表の前に担当メンターの中島淳様から一言頂戴したいと存じます。こんにちは、アキタイプの中島です。彼らは慶応ビジネスコンテスト KBC で、私がメンターをしまして、KBC でも優勝したチームで今回ここに上がってます。で、まあ、よくこういう仕事してますと、顧客課題を解決するのだみたいな、問題発見だみたいなことばっかり毎回やってるんですけども、たまにはですね、なんか面白いもの持ってこいと、若者視点で俺たちこういうのやりたいですみたいなやってごらんって言ったらですね、まあ、こんな感じになりまして、で、慶応のビジネスコンテストってのは結構私よりも5年輩の方々が審査員なので、審査員の人たち分かんないですね、よく分かんない、文化とかカルチャーとかコミュニケーションで突っ走れということで、なんとか優勝できたんですけども、まあ読モと女子高生のコミュニケーションなので、慶応では勝てたんですけど、今日はキラキラ女子がいっぱいいるサイバーの田島さんとか、女子を可愛くするのが得意な糸健さんですとか、結構もしかしたら若い子が好きな、あ、ごめん結構若い、女性のコミュニケーションにも長けてる方々もいらっしゃるので、結構、ドキドキしてますが、かなり実装力もある非常にいいチームなので、僕が求めているものが完成できてれば結構いい感じになるかなと思ってます。じゃあ頑張ってください。それではお願いします。皆さんこんにちは、チームクインテットです。よろしくお願いします。私たちは平均年齢19歳の男女6人で本格的な起業を目指して頑張っています。そんな私たちが皆さんに紹介したいサービスはププララです。ではププララとは一体何なのでしょうか。一言で表せば、読モとコミュニケーションができるリアルタイムショッピングアプリです。ププララはスマートフォン一つあれば、電車に乗っている時や家でテレビを見ている時など、どんな時でも楽しくショッピングをすることができます。ププララはショッピングとコミュニケーションと生放送の3つを掛け合わせたサービスです。それではデモムービーをご覧ください。アプリを起動するとこのような画面になります。自分のお気に入りの読者モデルをタッチすると、読者モデルの生放送を見ることができます。今回はつけまつげの商品紹介です。読者モデルの詳しい情報はこのボタンをタップまたはクリックすると見ることができます。お気に入りを登録したい場合はハートのボタンを押してください。コメントを送信したい場合はこのボタンを押すとコメントを送信することができます。試しに打ってみましょう。送信ボタンを押すとこのように反映されます。他のコメントを見たい場合はこのボタンを押してください。すべてのコメントに対して読者モデルがリアルタイムで返答してくれます。商品の詳しい情報を見たい場合はこのボタンを押すと見ることができます。気に入った商品であれば購入ボタンを押すと購入画面につながります。これでデモムービーは終わりです。私たちのターゲットは女子高生です。フリルやメルカリといったショッピングアプリの普及により、若者のインターネットショッピングの障壁が下がってきました。またツイキャスのユーザー層を見ても分かる通り、若者のユーザー層は多く、若者に動画文化が浸透したと言えるでしょう。そんな女子高生や女子大生に私たちが与えられるメリットとしては、普段話すことのできない読者モデルとコミュニケーションができること、また実際の店舗での買い物のようにコーディネートやその商品の情報、その商品のプラスアルファの情報をププララも提供できるということです。ププラの提供価値としては、ププラとはププララ上で生放送を行う読者モデルやミスコンなど限られた人のことを指します。読者モデルの三大欲求である、お金が欲しい、有名になりたい、モテたいといった3つの欲求をププララは全て満たすことができます。読者モデルの影響力の例として夏海さんの例を紹介します。夏海さんが始めたハッピーベイというダンスが女子高生の間で大流行し、同じような動画が何千個も作られました。また読者モデルと企業がコラボレーションした商品は多くの利益を上げており、これは一部の例です。このような読者モデルと企業がコラボした商品の
経済効果を合わすと約100億円と言われています。他にも読者モデルが始めた女子会、そのようなものをすべて合わせると読者モデルの経済効果は約3兆7千億と言われています。そんな読者モデルを私たちプペララも多く抱えています。これはその一部です。今後もファッション雑誌を 出版している出版社と協力して多くのプペラーを増やしていきたいと考えています。プペララは読者モデルと女子高生たちがコミュニケーションを楽しみつつショッピングができる、そんなアプリです。ビジネスモデルとしてはユーザーが買った商品の提供先からその商品の値段の 10% をいただきます。また出品したいという法人が放送枠よりも多くなった場合はその放送枠を買ってもらいます。他にも YouTube と同様広告のマネタイズも考えています。プペララは大きく分けて2つの観点から見ることができます。それは EC の観点とメディアの観点です。まず EC の観点から見てみましょう。 EC 市場9兆円のうち女性ファッション EC 市場は1兆円です。その他の EC サービスとリアルの買い物の近さやエンターテインメント性でプペララを判断するとこのあたりに位置します。それは生放送による高い双方向性や憧れの読者モデルと話すことができるといった高いエンターテインメント性があるからです。次にメディアの観点で見てみましょう。プペララはファッションやコーディネートといった点から考えると女性誌のリプレイスと言えるでしょう。女性誌の市場規模は約1500億円と言われています。その他のメディアのサービスとプペララをコミュニケーション性の高さやコンテンツの質の高さで判断するとこのあたりに位置します。それは出演者を読者モデルなどに限定することや独自のマニュアルを作成することによって高いコンテンツの質を保つことができるからです。読者モデルとコミュニケーションができるリアルタイムショッピングアプリプペララをどうぞよろしくお願いします。詳しい情報はお手元の事業計画書に書いてあります。どうぞご覧ください。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、エンターの皆さんございますか、ご質問。はい、今野さんよろしくお願いします。どうぞ。非常によく整理されたプランだと思うんですが、これを実際実行するにあたってその成功の肝というか、まあ、キーサクセスファクターっていうんですかね、何が皆さんが勝てる、何をグビすれば皆さん勝てる要素になると、何を皆さんが持っていれば、はい、もしくは実現を最初できれば、まあ、勝者になれるんでしょうかね。まず一つは読者をしっかり獲得するところかなって思ってますね。で、初期のマーケティングも読者の周りにいる人たちが、まあ、最初のユーザーになるかなっていうふうに考えているので、まあ、初期どれだけ、まあ、読者を囲えるかってところが一つのキーポイントになるかなって考えております。どういう方法で今囲おうかとかって、今はまあツイッター上でまあ地道に読者を集めていて、すでに大体20名弱集まってきていて、まあ、今後そのユーザー数の拡大などが、まあ拡大後とかはその出版社とかとまあ提携できればなっていうふうには考えております。読者の方々はどういうインセンティブでモチベーションで集まってくるんですか。まあ、その読者モデルのその露出の場っていうのは結構今限られていると思っていて、そのファッション誌などしかなくて、なんかそういう露出の場、自分たちの名を売る場っていうところを今求めているかなっていうふうには感じております。で、その一つの手段として自分たちのサービスっていうところに着目してもらえたのかなって思っています。はい、ありがとうございます。さっきの上原さんのコメントに近くて、テーマは多分あって、あとやりきれるかっていう、いろんな大人、田島さんとか怖い会社が女性を扱ってたりするんでそういう人たちにどうこう勝てるかというところかなと思います。ありがとうございます。やりますか。いや、田島さんとは協力してやらせていただければなとぜひ。田島さんどう、ちょっとそれに対して田島さんの会社の読者モデルさんいらっしゃるもん ね、そうですね。はたさんとかね、社員にもたくさんいますんでそういう意味です。いや、すごいいいなと。いや、僕一個気になったのは、さっきプレゼンの時になんかちょっと自社のサービスの名前が呼びづらそうにしてたのでこのププララっていうこのお名前ってどうやってついたのかな。結構ネーミング重要じゃないですか、こういうのって。そうです。
はい、その辺ちょっと知りたいなと思って。ネーミングした人にちょっと変わります。はい、自分はなんかラテン語でププララで流行と流行りのっていう意味でつけました。そのププララで なんていうんですかね、繰り返し言うことで覚えやすいかなって思いました。わかりました。臨機応変な対応、ありがとうございます。ありがとうございます。他にはございますか。じゃあ私さ、ちょっと視点を変えましてですね、最初の紹介ビデオ、紹介のページで、あの大学それぞれ全く違った異なった学校の人が集まってますね。これどういうきっかけで集まってですね、どういうふうにビジネスプランを作ったかっていうのは、これはですね、今やっぱり新しいアイデアを作っていくというのは多様性が非常に重要なんですよ。で、まあ、違った議論をして、違った考え方で、違った、まあ、感性で、違った性格で付き合うと、はいはいはい、で誰かが一人まとめなきゃいけないんですよ、はいはいはい、そこら辺のプロセスって非常にこれ大事なんですけども、ちょっとそこら辺を教えてもらえますか。はい、いやなんか一人一人なんかこう一人一人がしっかりつながるきっかけがあってチームになっていったので、なんかてかまあ、きっかけは本当にいろいろですね。例えば同じ寮に住んでいたりとか、同じサークルにいたりとか、たまたまワークショップで会ったみたいな、いろんなきっかけで会っているんですが、まあ、なんか一人一人のつながりが結構強いっていうところがチームっていうチームになっております。アイディアをまとめてビジネスモデル化するときって誰がリーダーシップとって、どんな議論されたんですか。結構難しいですけどね、まあ、でも一人リーダーっていうのを決めて、まあ、その人がまあ主導で、でみんなで、まあ、なんか意見をしっかりぶつけ合って、まあ、最後は納得してやるっていう形ですね。ちょっとありきたりになって申し訳ないんですが、はい、そういう形。はい、他にはございますでしょうか。あ、じゃあ野下さんお願いします。向こうから。その女子高生から入りましたよね。で、まあ、中島さんさすがだなと思って見てたんですけども、あのこれ私の個人的な思いなんですが、あの女子高生の女子高生でしばらくもうそこだけ特化しておけば、それが時とともにですね広がっていくわけですから、そこをしばらく重点的に攻めるというか、はいはい、いう形でお考えなのかなと思って聞いてたんですが、その辺いかがなんでしょう。いやもう完全に女子高生に振り切ろうと思ってますね。女子高生に振り切って、まあ、そこで、まあ、その周りも取れればなって考えてるんですけども、本当に女子高生にフォーカスして、女子高生がどんなサービスを使いたいかっていうところにフォーカスしたいと思ってます。そうですね、その方がなんあのそこをじっと、まあ、口を開けて待ってるって失礼かもしれませんけど、いればあの私はその方が長く続くかなと思いました。はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。あ、じゃあ、ね、じゅんさんじゅんさん自分でちょっと動画のデモはダメだったの。いきなりレビューが始まっちゃったな。あっちで。あ、今現在のエミュレーターで開発しているんですけど、ちょっとあのエミュレーターがちょっと遅すぎて、ちょっと動画にするとあのプレゼンで落ちちゃったらちょっと怖いなと思って、ちょっとあの今回は静止で動画撮ったのちゃんと。あ、あの動画はあの読者モデルの方に頼んでもうあの撮りました。それにすれば絶対勝ったんだよ。すみません。後で必ずみんな見てください。展示ブースの方でちょっとドクモが実際にやってるところとかも撮ってあるので、ぜひご覧になってください。あとスペシャルサンクスの株、あの俺の名前だけど、あの後株だから秋タイプ。あ、申し訳ありません。細かいとこチェックしてるけど。それ大事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 。はい、ありがとうございます。お後もよろしいようで。はい、じゃあ、あのチームクインテッドですね。クインテッドさん、はい、拍手お願いします。ありがとうございました。お疲れ様。ありがとうございました。はい。